今日も体を動かして頑張っている皆様。でもちょっと気になるこの姿勢、前屈姿勢になるたびに腰に疲れがどんどん蓄積されていきます。もう前屈姿勢は辛くない。着るだけで腰の負担が楽になる腰部サポートウェアラクニエがあなたの仕事をもっと楽にします。腰を曲げると背中の皮膚が伸びます。ラクニエはこの背中の伸びを背面に配置したベルトの張力に変換し筋肉をサポートします。これまでのサポーターやコルセットとは違い、腹部を締め付けることがなく、立っている時には緩んでいます。このため過剰なサポートによる筋力低下の恐れも少なく、動きも邪魔しません。前屈姿勢を長く続けるような様々な仕事をスムーズにサポート、ラクニエはあなたの質の高い仕事に貢献します。やはりベッドの上でのお手伝いであったり、入浴介助であったり、どうしても入居者さんの高さに合わせることが多いので、やはりその中腰になることはすごい腰に負担を感じてました、自然な形でサポートされている感じがして、すごい使いやすく使用しています。中腰になる姿勢もやっぱ夜間の時の方が多いかなと思うんで、つけた方がいいかなと思います。コルセットやとその腰の部分しか守られてない、このラクニエを使っているとやっぱ全身守られている感があります。つけてないともう反対に不安なぐらいで、普通のコルセットをつけてるとどうしても前かがみでも起き上がる際に辛いんですが、こちらのラクニエをつけるともう前かがみになった際も安定感というか安心感がすごいあって、前屈姿勢から起き上がる際には痛みを感じることもあんまりないです。一番腰に応えるなとか効くなって思うのは、やっぱりお米を下げることと育苗の苗を持ち運び、非常に楽にはなりました。作業がアシストしてもうとるというか、自分の体も軽く感じられます。品出しの時どうしても冷蔵庫から出したりするのもありますし、でやっぱりお店もうちのものを置いてるんで、うちのものを持ってくる時に運ぶ時がどうしてもこういうかがんだり立ったりっていう作業があるんで、もうそこが一番辛いところやったんで、このラクニエがあることによってやっぱり楽になったっていうのはありますね。作業時間が長くなると、植え付けるその作業も煩雑になったり、丁寧さが欠けてきますので、そうするとやっぱり一軍にとってやっぱり良くありませんので、そういったところがラクニエを使うことで、いい仕事を、疲労感を少なく感じて、やらせてもらってます。そうですね、一番はやはりスペア交換とかで中腰になるときに、中腰で力を入れたりするときとか、あと積載車に車を乗せるときに車高が低かったりすると、状況判断をするのに前かがみになって当たらないかどうかっていうのを確認するので、何度も中腰になったり立ったりっていう作業で結構腰に負担がかかってくると思います。次の日朝起きたときに、今まではこう腰の重さを感じたんですけど、つけることによって次の日にそういう重さを感じなくなりました。やっぱ起き上がるときやらは楽ですね。こう前かがみになってふっと立つときにはこうベルトがやっぱ補助してくれるんで、そういうときに結構楽な感じです。寝るときとか、普通に座って、テレビとか見てるときやらに、今日ちょっとマシかなというときがあります。ラクニエは慶応義塾大学山崎名誉教授のサポート理論をもとに、森田ホールディングス、
ダイヤ工業の3社連携で生まれ進化し続けるサポートウェアです。必要な姿勢の時だけ筋肉を的確にサポートすることで前屈姿勢を楽にします。重さはわずか 250g、 着用もとても簡単です。職種、作業に合わせてユニフォームの中に着用することもできます。車の運転や休憩の時には腰のバックルを外すだけ。身長に合わせて男女兼用4サイズをご用意しています。簡単なサイズ調整で違和感なく体にフィット。汗をかいても安心。洗っていつも清潔にお使いいただけます。毎日一生懸命に働くあなたの笑顔を支えたい。知らず知らず負担をかけている腰や背中をずっと支えていくために、前屈姿勢で頑張る皆様に楽を届けたい。これがラクニエに込めた私たちの思いです。